ところで喋るのが苦手で上手に喋れませんが、高橋渋沢さんスケでこういった環境で見ていただけるのは本当に他ではなくて、大体は大きなホールで見ていただく方ですね。完全に生の音で、しかもこんな近い距離で、この辺の人たちはちょっとこう言うと目も合わせてくれないぐらいになってますけど、それぐらいの距離で見れるっていうのはやっぱりとってもいいですね。皆さんと同じように自分もこれから次のチグザさんを大変楽しみにしています。50歳になって、大台に乗ったので、今日は50を大台というと何を言っとるかと叱られそうな雰囲気がありますけれども、とりあえず50になったからということで作った歌を歌って終わりにしたいと思います。自分の母親に
昔、ゲーテンは夢かと歌う。